おはようございます。朝5時20分です。福岡博多2日目なんですけれども、朝から大濠公園に向かって歩いてみようかなと思ってます。今回福岡に来た一つのやりたかったことが、朝を楽しみたいなって思ったんですよね。なんか福岡といえば中洲とかあってさ、夜の街っていう感じなんですけど、でも、まあ、昨日も早めに帰ってきて、ぐっすり寝たし、大濠公園っていう場所が素晴らしいというふうに聞いたんですよね。だからね、今日ちょっと涼しいわ、気持ちいい。こんな感じで歩いて行ってさ、朝の福岡楽しめればなと思います。今回はギリギリ街中にも大濠公園にも歩ける距離にしようっていうことで、役員のホテルに泊まりました。役員周辺はカフェがいろいろあって楽しいエリアでした。このエリアの素敵カフェは後ほど登場します。福岡めちゃくちゃ好きなんですけど、やっぱり夜の街なんですよね。夜ご飯とお酒は抜群に美味しいんですけど、朝はスロースタート気味ですよね。次回福岡で早朝を満喫するならここへ行けというおすすめがある人がいたら、ぜひ教えてください。走行してたら到着です。6時くらいにはランナーがたくさんいました。初めての大濠公園ですが、噂にたがわぬ美しさでした。水辺を歩くのが好きなので、めちゃくちゃテンション上がりました。湿気がなければより良かったんですけど、まあ、これは来た季節が悪いですね。富山にある関水公園と綺麗なスタバがあるところ含めてちょっと似てる気がしました。大濠公園の方が多分うんとでかいんですけどね。とりあえず少しお腹が空いたので、名古屋から持ってきたアールグレーのパウンドケーキを食べながらピクセルフォールドで今日のテックニュースを読みました。といっても今日はそんなに面白いニュースはなかったので、早々に切り上げて溜まっていたメールを3件返しました。 Gmail アプリ、左に受信メール、右に編集画面が表示されるのがベターだと僕は思うんですけど、実際は全画面で編集画面が表示されるんですよね。 Gmail の開発者さんどう思ってるんですかね。全画面で編集する必要なくないですかね。少し歩くと別のいい感じのベンチがあったので、また休憩です。この時は本とか読んでたかな。ちなみにこの映像切れすぎくないですか。 iPhone 14 Pro の映像なんですけど、恐るべしですよね。大濠公園からの帰り道、7時過ぎにもう8000歩も歩いた通知が来ました。ヘトヘトな1日になりそうです。はい、ということで今9時過ぎなんですけど、もう朝活っていう時間でもなくなってきちゃったんだけど、まあホテル帰ってね、結構疲れすぎちゃったから、あのお風呂入って一応着替えて、まあちょっとリラックスしてちょっと寝てから、あの朝活2挑みたいと思います。去年福岡来た時のワーケーション Vlog でも行ったカマキリコーヒーっていう、友達が、まあ、経営に関わっているカフェがあるんですけど、ちょっとそこが近いのでね、行ってこようと思います。今回役員っていう場所泊まってるんですけど、なんか前まで泊まってた中洲の方の、まあ、安めの宿が多いエリアと比べると、なんていうかカフェとかもねちょっと近くにあったりして、僕的には朝が楽しめるすごくいいエリアだなというふうに思いました。今朝の大濠公園もすごい良かったので、あっちのよりあっちに近づくとどうなのかなって思ったりもするけど、でも天神とか行きたいとなるとそんなに離れてもなっていうところもあって、もし次回来たらどこに泊まるか悩むなって思いました。そんなこと話してたらもう到着ですね。ここ、カマキリコーヒーです。かわいいよねロゴが。寝ます。この度には M2 MacBook Air を持参しました。去年の福岡も MacBook Air だった気がします。今日は人事評価用に提出する今期自分がやったことアピール文章のドラフトを作るところからやりました。平日は平日でもっと仕事っぽい仕事がやりたいので、こんなんはもう盆休み中にほぼ完成みたいなドラフトを仕上げとくに限ります。あー、カマキリのチーズケーキめちゃくちゃ美味しかったです。コーヒーも言わずもがな美味しかったです。
高砂のカマキリコーヒー、美味しいし電源があるホテルエントランスで軽く作業ができるのでかなりおすすめです。天神くらいまであったら全然歩けるので福岡来たら行ってみてください。さて、たっぷり作業して次の町へ向かいます。はい、ちょっとランチ食べながらお仕事でもしようかなと思って平塚駅にやってきました。平塚駅のカフェが結構作業もしやすいしおしゃれでご飯も美味しいっていうことを友達から教えてもらったんでね、ちょっと試しに行ってみようと思います。すいません、平尾駅でした。暑くてだいぶ頭おかしくなってました。友達に教えてもらった L プラス平尾ランディックハウス&カフェに行ってきました。無機質な内装にグリーンがたくさんあっておしゃれなリノベ済み物件みたいな素敵な建物のカフェでした。ランチの冷製パスタとサラダも美味しかったですし大満足でした。 M2 の MacBook Air めちゃくちゃ優秀なんですけど動画編集してるとなぜか引っかかります。 MacBook Air っていうかファイナルカットが不調なのかもしれないんですけど、まあそれともよくわからないけど素材のフォーマットとかの問題なんですかね。とにかく最近レインボーがクルクルするようになってきてしまいました。はい、すごくいい感じのカフェでした。たっぷりね作業もさせてもらっちゃってめっちゃ集中できたし、あの雰囲気も良くて植物もいっぱいあってリラックスしていい感じの緊張感で台本1個書けたんでまた次のカフェに移動したいと思います。そして最後にやってきたのが役員のコーヒーカウンティーです。最近東京にも進出したコーヒーの有名店だそうです。躯体の見える天井とか柔らかい雰囲気の壁、木のぬくもりを感じる家具など内装が全般的にいい感じでコーヒーももちろん美味しくいただけました。大きいテーブルに相席だったんですけどちょうど緊張感があって作業しやすかったです。あと隣の観光客のお兄さんに声かけられてびっくりしたら、なんとバックパックが全く同じでした。オリンパスユーザーだったかな。日本観光の話で一盛り上がりしちゃいました。そういう出会いがあったカフェって今後覚えてますよね。素敵ないいカフェでした。はい、今4時半でまた歩いてるんですけどカフェ今日3軒行ったかな。で朝から大堀公園歩いて今4時半の段階で歩数が1万9000歩でしただいぶ歩いた1日なんですけど、まだ夜は今日はね仕事関係の仲間と飲めるっていうことでそれもそれで楽しみたいので一回ホテルに帰って休憩しようかなと思ってます。なので、まあ、朝活 Vlog と言いつつ、しかもピクセルフォールドをどんぐらい使いますみたいなそんな宣言の多分導入でサムネで見てもらってると思うんだけど、まあ、ご覧の通りピクセルフォールド使ったのは今日大堀公園だけだったねっていうぐらいのね。実際はこうなんかクリエイティブなことやろうと思ったらやっぱり Mac 使うことになったり iPad mini 使うことになったりするんで、まあ、そういった意味じゃそんなもんですよ。リアルな話、出勤する日だって通勤するとき、ランチ食べるとき、帰ってくるとき、あと会議中みたいな感じなんで、通勤がなくて会議がなかったらまあこんなもんですよね。登場回数はね、それに25万円っていうところはねどう考えてもコスパ的には悪いかなとは思うんですけど、個人的にはでもワクワクする機種であることは間違いないので今後も動画撮っていこうと思っています。ということで一回休みます。またちょっとこの関係の福岡関係の動画アップするかどうかわかんないんですけど、まあ上げるとしたらお楽しみにしてください。ということで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。